野島は、海上保安庁の巡視船である。分類上は PL 型、交渉船形は戦闘型。収益時は、横浜海上保安部に配属されていたが、1997年に、堺海上保安部に配属替えされ、これに伴っておきに名称を変更した。2017年1月24日の開約後、本船は、 マレーシア海上法令執行庁に供与され、アラウとなった。1970年代、200海里排他的経済水域制定など、深海洋秩序時代の到来に伴い、海上保安庁は、昭和52年度補正計画から55年度計画に、かけて先頭型 PL28 隻を整備した。これは、ワークホースとして、 警備、救難業務のいずれをも実施できるように設計されて、いたが、ハードが、状況に対応しきれず、乗員に負担がかかる面も多かった。このことから、海上保安庁は、ある程度振り分ける、業務指定船制度を開始、昭和59年度からは、救難強化巡視船も登場した。しかしこれは、あくまで既存の汎用船に、所要の機材、人員を搭載したものであり、 依然として不十分な部分が指摘されていた。また、深海洋秩序を契機に、ヘリコプターも大量整備されたものの、巡視船との連携はあまり配慮されていなかった。このことから、ヘリコプターとの連携能力や、潜水作業の支援能力などを強化した、救難強化型巡視船のプロトタイプとして、建造されたのが元船である。船形は朝鮮主狼型。 船室は鋼である。炭鉱性を考慮して、ブルワークを備え、視野やフレアも大きく取っているほか、上部構造物は、縦揺れが少ない中央部に集中配置された。また航空運用能力が要求されたことから、フィンスタビライザーも備えている。操打室に隣接して、OIC を設置したほか、操打室及びその周辺区画には、 高度集約層脱室システムを採用して、指揮統制の迅速化を図った。また居住区は、機関室の前方に集中配置されているが、ここには、第1.2公室が設けられ、特に第1公室には38名収容可能な会議室としての機能が付与された。指揮官は、ディーゼルエンジン2機、推進機は、可変ピッチプロペラである。 またマリーナーただに打を備えて、操舵性能向上を図った。なお遠隔操縦装置を備えており、航行時の機関監視、制御は操舵室で行っている。電源としては、給電の連続性や設備スペース、経済性を考慮して、ディーゼルエンジンを原動機とする、出力150区場の発電機を3セット搭載した。停泊中は1機、航行中は2機、 出入口などは3機の並列運転を行うこととしている。本線では心臓巡視線としては初めて海中捜索救難システムを装備した。これは水中テレビカメラを装備したローフと高周波のサイドスキャンソナーから構成されており海中での捜索救難能力が大幅に向上した。また本線の特徴の一つが 航空運用能力であり、戦備艦班上には、選手郎艦班よりさらに一層高めて化する形で、ヘリコプター艦班が設けられている。この艦班は、公式には、救難艦班と呼ばれており、竣工直後は、ヘリコプターの運用能力を持たないと発表されていたが、実際には、ベル212の運用に対応しており、燃料補給装置も備えている。 ただしハンガーは備えていないため、固有の搭載機は持たない。搭載艇は7.5メートル型潜水支援艇と7メートル型高速警備級なんて、各一隻である。昭和62年度計画において、同盟の900トン型 PL の大船として建造され、1989年9月21日に、春工。横浜海上保安部に配属された。 平成元年度計画からは、本船の運用実績を踏まえて、設計を改良したおじか型の建造が開始された。なお、1997年に、堺海上保安部に配属がえされ、これに伴って、沖に解消されている。2016年6月に、同番号、同船名の国が三方巡視船が浸水しており、2017年1月24日に、元船は、 解約となったが、南シナ海でのマレーシア海上法令執行庁の海上警備能力強化を支援するため、本船とエリモを2017年中にマレーシアに脅威をすることとなった。本船は、広島県尾道市のジャパンマリニューナイテッド、シ島工場で改修を行い、2017年5月31日にマレーシアへ向けてシ島を出港した。開港は、 サイフルリザン・イブラヒム船長以下マレーシア側要員25名と日本側要員13名によって行われたが開港に先立って日本で2週間の完熟訓練が行われている本船は沖縄、台湾、香港、フィリピンを経由し6月8日にマレーシアサバ州コタキナバルのセパンガー海軍基地へ到着したドックで2日間の整備の後に元船は セランゴール州クラン港へ向かい、7月15日に、同港の海軍水路センターにて命名、披露式が行われた。本船は、プルリス州のオトアラウにちなみ、アラウと命名された。本船はペカンに次いで、マレーシア海上法令執行庁で2番目に大きな巡視船である。アラウは、補給なしで21日間活動するなど、 従来の選定に比べて高い能力を持ち、会場での警備、捜索救難活動のほか、今後整備される同庁の大型巡視支線の乗員に対する練習船としても運用されるものと考えられている。なお、海上保安庁時代の主武装であった JM61M20mm 多重新機銃は、 供与にあたって撤去されたものの重座そのものは残地されており将来的に 30mm 級の機銃や無人航空機などを搭載する可能性もある。ありがとうございます。